こんにちは、松永です。今日はですね、サイクルパラダイスで販売しているこちらの中古フレームなんですけど、こちらのフレームを使って完成車に仕上げるという動画です。はい、中古のパーツをうまく使ってですね、お手頃な完成車に仕上げていきたいと思います。じゃあ早速取り掛かっていきたいと思います。バラカンの楽しさみたいな。バラカンの楽しさ、はい、自転車をいじれる人はご自身でいろいろパーツを組み付けてそれ自体を楽しむっていう方もいらっしゃるでしょうし、逆にあんまりねいじるのは好きじゃないよっていう方もいると思いますけど、一つのものをこう組み上げていくという点においては完成車では味わえない楽しさがあるかなと思います。もともとこれが中古で販売していたフレームなので、ちょっとこういうところなんか養生してあったりとかするんですけど、このままだとねフォークがストンと落ちちゃうので、ハンドルとステムをつけていこうかなと思います。中古フレームなんでコラムがもうすでにちょっと短めですよね。仮止めっていう感じでですかね。ステムのここら辺のね、ボルトを締めるときなんですけど、均等に締まってないと、その強く締まってる部分だけこう取り気がすごくかかって部品を壊しちゃったりするんですね。ここはこう指で触った感覚で均等になるようにしてるんですね。一旦こんな感じで、とりあえず止まっていく感じです。次はじゃあクランプをつけましょうか。これもともと中古の状態で BB がついてましたね。シマノの BB なんですけど、まだ使えそうな BB でしたので、そのまま使いたいと思います。この BB はね、このフレーム自体がちょっと古いフレームなんですけど、厚みじゃなくて、20のタイプ。最近また増えてきましたよね。ランクのトリックって書いてありました。このシマノの、ね、パーツの組み付けはすごく丁寧なマニュアルがありますから、この際はそれを見ていくと一番いいかなと思いますけど、ハンドルって大体センターを出すために、これで言うと裏側になんかこういう模様が書いてあったりとか、大体表に書いてあるケースが多いんですけど、それを見ながら目視やメジャーを使って真ん中につけてあげると、やりレア取り付けるときはですね、ここに単純につけていくんですけど、このボルトが飛び出しがあるのでここにかからないようにちょっとこういうふうに上に上げてあげると
フロントビレーラーです。フロントビレーラーはね、バンドタイプとここに台座があって、台座に直接取り付ける直付けタイプとかあるんですけど、今回のフレームは、まあ、台座がなくて、バンドで止めるタイプでした。こんな感じ。フロントビレーラー新品で買うと、ここにこのチェーンリングの、までのこう隙間が目安になるようにですね、シールが貼ってあるんですけど、それを見ながらつけるとですね、ブレーキがつかないかもしれないです。ちょっとブレーキ後回しします。これまあ、均等タイプのナットがフレームに埋まるんですけど、ここからここまでの距離が長いんですよ。各そのフレームに応じてこの長さがいろいろ出てるんですけど、中古で用意したこのブレーキだと届かない。なのでこのナット、均等ナットを長いものを用意しないとつかないという状況です。レバーは結構この左右の水平が、目視だと出にくいので、例えばなんか家庭にある紐とかをピンと張って、今ホイールついてませんからね、地面に置かないですけど、ホイールをつけた状態で紐をピンと張って水平が出てるかとか、あとはなんかこんな輪ゴムかなんかがあればね、こうやってピンと張って水平が出てるかどうか確認できると思います。それはまた後でやります。サブルつけちゃいましょうか。ではこの後ですね、ワイヤーを這わせていくんですけど、さっき言ったようにまずこの正確な位置を出したいので、一旦ホイールをつけてこいつの位置を先に出しちゃいます。なんかこれだけでももうちょっと形になってるかもあります。自分でなんかフレーム買ったりとかして、組むときにこうやって形にしてみて想像するとニヤニヤが止まらない。だいたいそんな感じです。なんかもう一旦、ね、形になっちゃった感がありますけど、だいたい出来上がり図こんな感じになりそうです。じゃあハンドルの角度とこの STI レバーの位置を決めていきたいと思うんですけど、ハンドルの角度って結構乗り方によって様々な好みが出ると思いますけど、メモリっていうかね、印を目安にしていきながら組んであげるといいと思いますけど、もうちょっとしゃくれた方がいいかな。分かりますかね。大体標準的な位置組み付けしたいと思います。
大体各パーツにこうやってトルク、指定トルクが書いてありますから、それに合わせて、こっちも閉めてっちゃいますね。ここはトルクっていうのはないんですけど、ここって、まあ、玉当たり上と下のベアリングの圧を調整している結構大事な部分なんですけど、よくね間違えちゃうと、こっち先締めちゃってここを後から締める、これはねギューッと締めちゃうと、つまりここが、きつくなっちゃうんですね。締めすぎないけどしっかりクッと締まってる状態がベストですね。なのでこうギューッとした状態で横を締めちゃえば、上に開いていっちゃうことはないので、逆にガタガタしている状態で横を先に締めちゃうと、このベアリングのプレスができないから、ガタが出ちゃうっていうことですね。上からしっかり見て、このラインがですね真ん中になっているかどうか確認して横を締めてあげる。ここでハンドルとステムはきちっと締めちゃいました。で、あとはこのエスケアレバーをですね、センターを出していきたいんですけど、まずそのセンターを出す前に、どこの位置がいいかですよね。まあこれも好みがあって、あとハンドルの形状ですかね、つける場所が変わってくると思いますけど、完成者は組み付けということなので、これもベーシックな位置で調整していきたいと思いますけど、まあ、どっちかをね決めちゃって、それに片方を合わせていくっていう感じがいいかなと思いますけど、まあ、このぐらいがいいかもしれないですね。あとは真上から見たときに、このレバーが、まあ、こう内側に入っちゃってないかとか、外側に曲がってないかとか、そういったところを目視で確認していきます。まあ、正面から見たときに、まあ、こっち側が上がってるのが分かると思いますけど、まあ、これが実際にこうなかったとすると結構分かんないですよね。なので、まあ、別に輪ゴムじゃなくてもいいですし、ね、このぐらいの板状のものでもいいかもしれませんけど、なんかそういうのをうまく使って、見てあげると、まあ、右側が、ね、上がっているのが分かると思いますけど、それを合わせていくという感じですね。いいと思います。まあ、いよいよあとは、ワイヤーを通していくだけですかね。で今回のフレームに関しては、